1月14日に超満員の佐賀アリーナで行われたリプレイ佐賀公演2日目、世界中のファンの方々がお茶の間アリーナとして見守る中、羽生結弦さんの命を削る華麗すぎる演技が神カメラにより届けられると、埼玉を超える進化にファンは驚愕となっていました。羽生さんがゲームという要素を盛り込んでと語った通り、埼玉2公演においてもプログラムや演出に大きな変化があり、佐賀初日においても演技のブラッシュアップだけでなくプログラムに変化があったことから、この日の公演にも期待の声が寄せられていました。そんな超満員の会場や映画館、そして世界中のお茶の間アリーナのファンの方々の期待の高まる中、オープニングでは1月14日のデータをロードした画面からスタート。そこからはこれまで同様、絶品のいつか終わる夢やキレッキレの鳥と蛇と豚を熱演した羽生さん。しかし羽生さんが日々ブラッシュアップすることに感化されたのか、この日はこれまでにも増して羽生さんの演技、スキルの素晴らしさが感じられるカメラワークとなっており、スタッフの方々も羽生さんの魅力を余すことなく伝えるよう必死となっているようでした。そして気だるそうに登場したワル羽生さんによるアシュラちゃんには、会場から割れんばかりの歓声と拍手が。するといつもなら墓を掘る場面で予定通りなのかリンクに横たわる演出に、これまで以上に不敵な笑みを浮かべた羽生さんを見てファンの方々は大興奮。絶品のメガロバニアの後の6分間練習では、羽生さんにクジャ様こと破壊への使者をクリアしてもらおうと世界中から必死な祈りが届けられており、その命を削る迫力の演技と神映像に、会場、映画館、お茶の間アリーナの方々はドキドキが止まらないようでした。その後、羽生さんが裏で酸欠で倒れているであろう短い休息を挟み、2部は儚くも美しいいつか終わる夢、リからスタート。祈りが込められた天と地のレクイエムや、白様のような美しすぎるあの夏へ、そして感動の春よ来いにファンの方々は感動。この日も無事エンディングとフィニッシュが見られると、ほっと胸をなで下ろしたファンの方々。そんな皆さんが楽しみにしているアンコールでは、気合を入れた羽生さんが黒い T シャツ姿で登場し、レッドミーエンターテインユーでファンの方々と共に盛り上がり、熱気は最高潮に。可愛すぎる MC でさらに沸かせると、代表作生命や最後のショートプログラム、女装とロンドカプリチオーソ、そして私は最強で周回すると、会場からは多くの応援バナーが振られ、この光景をご覧になった羽生さんは目を潤せ、感謝の言葉を述べてくれていました。この日の公演をご覧になった方々からは、埼玉からシナリオが変わってた、ファンのためにここまで、これは泣くでしょ、今日のこの日は羽生さんがこれまでのかっこいいを更新した気がする、などの称賛の声が世界中から寄せられていました。埼玉からシナリオが変わってた、ファンのためにここまで、これは泣くでしょ。今日のこの日は羽生さんがこれまでのかっこいいを更新した気がする。そう、これは気のせいじゃないと思う。今回の映像めっちゃ見やすかった。佐賀公園ではカメラワークも進化してるんだね。振り付けも照明も少し変わってる。お立ち台の鼓動音も変わってる気がする。こういう細かい演出好きだな。お立ち台の羽生さんを超間近から見せてくれてすごい映像になってる。ちょっと息ができないくらいすごい。演出もより効果的になって素敵だった。
アシュラちゃんのニヤリがヤバすぎた。しっかり捉えるカメラさんが最高。アシュラちゃん今日は不敵な笑みを浮かべてた。めっちゃクールでかっこよかったんですけど、会場の屋根大丈夫だった？佐賀2日目はやっぱりアシュラ様だったけど、墓を掘ろうとしたら掘れなかった。埼玉からもシナリオ変わってるのか。そして玉ありより洗練されてる。ランタンに照らされる天と地のレクイエム、祈りが強く感じられる舞でした。はるちゃんの優しい笑顔に涙。このはるちゃんが私にとっての癒しです。すべての人に春が来ますように。あの夏絵は優しくて綺麗が過ぎた。それにしても今日の羽生くんは壊れそうなくらい儚いな。月に帰りそうなレベルで心配してる。舞台裏側なんて見なくたって羽生くんが命削ってるって見ればわかったわ。制作にかける熱い思いが聞けて嬉しいけど、羽生くんのよいしょも好き。そして英語のスピーチも素敵すぎた。最後の最後まで美しい羽生さん。そして私は最強が最高。会場から黄色いバナーが振られてて見ているこちらも心が温かくなった。ああ、あっという間に終わってしまった。こちらこそ本当にありがとうございました。羽生くん素敵なアイスストーリーを届けてくれてありがとう。素晴らしい時間となりました。佐賀公演本当にお疲れ様でした。命を削って限界に挑戦する羽生さんの凄まじいまでの演技をテレビで見れた。進化してるリプレイを横浜で見たい。